きらめき組。戦国の世、人々は生きる力を決めている。明日の命の保証なんてどこにもない。信長様がいた時代のきらめきを現代の世に広めようと、この令和の世に行きます。ご登場いただきましょう。清洲城ご招待、きらめき組。戦じゃ吉本の見印があったときは魂が震えたのう。
から出陣した桶狭間の戦い、織田信長公は天下に名を響かせた。戦のない世にするため熱き思いのきらめきの者たちが集まった。人は清洲城武将隊きらめき組と呼ぶ。突破見印高く上げ、戦に響くこの声は乱世の暗雲切り開く黒ほろす毛利新助。条件だと人は言う、ならばとことん叫んでやる歌舞伎者だ。槍の股里と裏を上げた赤穂浪士前田又左衛門。織田家のために全てをかけた忠義の人は俺を鬼の柴田と抑え、織田家筆頭家老柴田勝家。乱世の習いを心を閉ざし忍耐の姫と人は呼びます。チャチャでございます。信長様と羽ばたく命捧げし格欲の若武者、我が名は森蘭丸。尾張のうつけと呼ばれしこの俺は神を味方に魔王なる。日の本天下吹雪きらめかす我が名は織田信長。我ら清洲城武将隊きらめき組、戦国の魂ここに転生。その翌年、織田家の内部分裂ともいえる賤ヶ岳の戦いが起き、前田利家が戦線離脱したことにより柴田軍は総崩れ、北の庄城に戻る際越前府中城の前田利家又左衛門を訪ねました。おやりさん、こたびの戦までの判断命令違反の他にありませぬ。この責任腹を切り取りまする。そんなことしても何も変わらん。そんなことしたら松に叱られるわ。しかし腹が減った、湯漬けをくれ。しかしこの戦はこの俺が負けにしたも当然。反応秀吉が、そうその秀吉が本に破竹の勢いじゃ。日に日に強くなってお前は秀吉の仲がいい。生きてる間秀吉のそばにつき秀吉の間違いを正してやる。父上、私たちを置いていくのですね。お市を連れていくことを許せていた。父と母の分まで生き乱世の姫として生き抜くのじゃ。父上生き続けよ。
CD 売ってます。この続いてね、物販やりますので、ぜひぜひそっちの方も遊びに来てください。ではでは、ちょっと時間がないので、殿、最後にありがたいことが。よかろう。今日はバッチもおります。お願いします。忖度せえてよ。みんな、そっちがいいか、新しい方がいいか。じゃあ早く言ってください。時間がない。また、新作行こう。新作、はい。楽市楽座、はい、そんなあなたに黄色の便座、また会おう。ありがとうさんちゃん。ありがとうございました。吉祥寺町大木村の皆様でございました。